ルサイス星は、ウラルトの王。在位、紀元前735年頃引く、紀元前714年。アッシリア帝国による攻勢にさらされた王国の維持に、勤めたが、サルゴン2世に敗れて自殺した。紀元前714年当時のウラルト領。紫色は、アッシリア領。赤い破線は、サルゴン2世の進撃路を示すウラルト王サルドリ2世の、息子。 父は死の直前にアッシリアをティグラとピレセル三世に大敗し王国は危機にさらされていた。この敗北はルサの祖祖父イシュプイニーがハルディガミをウラルトゥーの主身にして以来初めてのことであり、ウラルトゥー王の権威の源であるハルディガミの武器がアッシュルカミの武器に敗れたことは王国の人心を乱れさせた。 ユーフラテス川合勢の領土は失われ、属国にはこれを後期に、アッシリアに寝返ったり独立する者が、相次いだ。このような状況の中、ルサは武力を用いることなく自ら領内を巡行して、ウラルト王の権威回復に努めた。このことは、彼がその日分に、二刀立ての戦車と自らの手で、王国を取り戻したと記したことから伺える。ルサは、 ムサシルを中心としたハルディカミ拝を重視し、これを敬意づけに利用した。ルサヒニリの遺跡であるトプラクカレティグラトピレセル3世が、アッシリア国内の内政に暴殺され、ウラルトへの攻撃の手を緩めたことも幸いした。さらに、紀元前727年にその後を継いだ、シャルマネセル5世も、西方のフェニキアやイスラエルに矛先を転じたため、ルサは、 北方のトランスコーカサス征服を行い、また、アッシリアとの国境地帯を回復することができた。さらに首都トゥシュパの近くに、シンとルサヒニリを建設し、また、北辺のセバンコ周辺に二つの砦を建設した。トゥシュパやルサヒニリの飲料水や、周辺の灌漑用水を確保するため、ルサは貯水池を作って地中に、水道管を敷設した。このことは、 バンの近くで1891年に発見された、ケシシュギョル碑文に記されている。紀元前722年に、後戦的なサルゴン2世が、アッシリア王に即位すると、ウラルトをめぐる情勢は悪化した。サルゴンは、シント・ドゥルシャルキンを建設したが、その遺跡からは、年度版文書が発見されており、アッシリアが収集したウラルトに関する情報が詳しく、伝えられている。 即位当初は西方への遠征に従事したサルゴンは、紀元前718年に矛先を北方の宿敵ウラルトに向けた。まずウルミア湖周辺地域に繰り返し出兵して、ウラルトに服属するマンナエ人を攻撃し、アッシリア側への寝返りに努めた。ルサは、一旦アッシリアに服属したマンナエ人を再び、ウラルトに服属させ、こうした状況が3年続いた。 アッシリア軍に略奪される、ムサシルのハルディ神殿。左上では、アッシリアの初期がこの様子を記録している。紀元前714年、サルゴンは、ルサが、北方のキンメリア人討伐に失敗したという知らせを受け、出陣を決意した。サルゴンは、ウルミア湖地方に進撃したが、そこでルサ率いるラルト軍が、アッシリア軍の背後をつくべく進軍中であるという。 情報を得た。サルゴンは裏を書いて、ウラルト軍の野営地を野襲し、これを改装させた。サルゴンは北に進んで、ウルフシを破壊しバン古に到達した。偵察の結果サルゴンは、首都、トゥシュパオス通りして、アルギシティヒニリと、ウワヤスを攻略した。ドゥルシャルキンに外戦したサルゴンは、アッシリアの攻撃を恐れたルサが財物を、トゥシュパから、 ムサシルに移したという情報を得た。ウラルトゥの宗教中心地であったムサシルは険しい山中にあって安全と思われたためである。サルゴンはすかさず軍を発し森に覆われた険しいザグロス山脈を越えてムサシルを攻撃し財物を略奪してウラルトゥの主神ハルディの神殿を恥ずかしめこれを破壊した。 ムサシル陥落の方に衝撃を受け絶望したルサは、サルゴンの伝えるところによれば、髪を振り乱して、胸に手を当てて絶叫し、自ら剣を取って自殺したという。ムサシル陥落は、ウラルトゥの衰退を決定的にする出来事となった。ルサの後は、息子のアルギシュティニセイが次、以後ウラルトゥは、北方の新領土であるトランスコーカサス地方に活路を乱すことになるのだが、 北方には、金メリアやスキタイといった遊牧民の影が迫っていた。アジア歴史辞典第一巻のウラルト王国項目には、ルサシュと表記されている。ありがとうございます。